はい、ということで今日はですね、今日は京都アニメーション放火殺人事件についてやっていきます。なんでかというとですね、今日ですね、まあ、9月の25日の今日のね午前中に2019年ですね、京都アニメーションに放火して、まあ、36人が死亡して32人がですね重軽傷を負ったあの事件のですね、まあ、裁判の第9回目があったんですよね。で、今回ですね、なんか短いスパンでね、7回連続で集中的に実施されてる被告人への質問の最終日だったんですよね。まあ、それでちょっとね、動画したいなと思いました、これは。だからね、裁判多分ね、最初の2回して、その後ね、被告人への質問の裁判を7回してる最終日って感じですかね。で、今日はですね、その中でちょっとね、分かってきたことが、青葉被告がですね、動機として挙げてたのが、京都アニメーションが自分の小説を勝手にパクって、まあ、自分でね、勝手に書いた小説ね、ですけれども、それをですね、パクってアニメを作ってるからだってね、それを動機として挙げてたんですよね。ただこれが、今回の裁判でですね、さらにちょっと分かってきて、呆れる事態にって感じなんですよね。で、まずですね、ご紹介したのが、前回の裁判でですけれども、なんとこれね、事件の遺族から直接ですね、青葉被告への質問がされたんですよね。こんな感じ。被害者の中で最初の法廷に立ったのは、鈴宮春日の憂鬱などで創作画監督を務め、作画の大黒柱として活躍した寺脇明子さん、かっこ池田明子さん、当時44歳の夫なんですよね。で、そのですね、夫の人が言ったのがこう言いました。ふぅと大きくため息をついた後、本当はたくさんのことをあなたに聞きたいが、制約ルールがあるようなので、内容を限って質問します。で、被告を見据えて質問をぶつけた。で、こう言いました。池田明子は自分の奥さんですね。池田明子は今回の事件のターゲットでしたか？池田をご存知なかったですか？って聞いて、で、青葉被告はですね、作画監督を務めていた認識は少しはあったと思うが、共和に全体を狙う認識だったため、誰か個人をという考えはなかったです。って言って、で、さらにですね、夫の人が言ったのが、事件前、放火殺人をする対象に家族、特に子供がいるということは知っていましたか？だからね、ここの夫婦には子供がいたってことなんでしょうね。で、青葉被告が、申し訳ありません。そこまで考えてなかったです。って言った感じなんですよ。で、夫の人はですね、こう傍聴席に戻って、静かに鼻をすすったってね、涙で流したってことですからね。で、他にもですね、他の遺族の人も、事件のあった年に入社した女性社員、当時22歳は、被告がガソリンを撒き火をつけた1階の螺旋階段付近で遺体が見つかった。で、お母さんですね、母親は毅然とした態度で被告に問いかけた。で、言ったのが、娘は事件があった年に入社したばかりでした。あなたが盗作されたと主張する作品が制作された後、入社した社員がいたことは考えなかったのか、焼け死んでいいと思ったのですかって聞かれて、で、青葉被告がですね、すいません、そこまで考えていませんでしたって言ってんですよね。で、まあですね、他のね、出席してた遺族の人もいるんで、涙を拭うね、姿もね、そっちで見られたってことなんです。まあそりゃそうですよね。で、ただね、ここまでは一応ですね、いいとかって言っちゃいけないですけれども、青葉被告ね、一応ね、すいませんぐらいは言ってんですよね。そういった態度だったとね。で、次はですね、質問者がですね、遺族たちから、代理人弁護士に代わってですね、弁護士はこう言ったんですよ。人が死ぬと分かってる中で、被害者のことは考えなかったのかって、まあだからね、遺族ではない弁護士が言ったと。そうすると、青葉被告は今度はですね、逆に聞くが、京アニが作品をパクった時は何か考えたのかとか、他にもですね、自分はこういう立場で、どんな刑だろうと罰は受けないとならないが、京アニがしてきたことは全部不毛になるのかとかですね、あとですね、京アニに今憤りがあるのですかって聞かれて、ありますって言ってんですよね。なんかいきなりですね、逆切れというかね、怒り始めたっていうのはね。で、さらにね、ここが一番やばいんですけれども、さらにやばいのがですね、遺族の人がね、こういう質問してるんですよ。質問が、京アニが自分の小説をパクったと強く主張していた被告。ただ、匿名掲示板2チャンネルでは、事件前、春日の文章をパクっていた頃が懐かしい、などと、被告が書き込んでいたこともあった。ある遺族は、この部分に疑問を呈した。で、ある遺族の人が聞いたのがですね、こう言いました。ここの書き込みで言う、パクリと、京アニのパクったは何が違うのか。で、まあ、だからね、青葉被告の作品を京アニがパクったってことはま、ないと思うんですけれども、遺族からですね、自分は自分でね、2チャンネルにね、春日の文章をパクってた頃を懐かしいって書いてるんだが、どうなんだってね、そう聞かれたんですよ、青葉被告が。で、青葉被告が言ったのはこうなんですよ。被告、春日は教科書代わりだった。ありゅうと言ってはなんだが、学んでいく過程で、真似は必要不可欠だと思う。ってね、まあ、呆れるっていうかね、とりあえず自分もね、パクってってことは認めるっていうね、自分のパクリはいいのかって。だからね、僕思ったんですよ、これ聞いて。だから、こういうふうにね、青葉被告は京アニの作品をパクって小説書いたりとかしてるから、なんかね、まあ、だいぶ頭おかしくなってる人なわけじゃないですか。だから、むしろね、青葉被告が京アニを真似してたから、頭の中でめちゃくちゃになって、なんかね、京アニにパクられたってね、そういうふうにね、なっていったんじゃないか、頭の中で。と思っちゃったんですよね。これが動機だったんじゃないかと思うんですよね。
で、あとですね、今日の午前中にあった後半では、アーバ被告はね、こう言ってるんですよ。これちょっと読んでいきますね。自作の小説が、京アニ側に流出したと訴えていた点に関し、データをパソコンからスマートフォンなどに移した際に、アイデアを盗まれたと主張した。だからなんか今まではアーバ被告っていうと、京アニ大賞っていうね、小説を募集してる賞に応募して、それで落選してるんですけれども、その時に送ったやつがね、京アニにパクられてアニメになったんだってね、言ってたんですけれども、でもね、多分これ、さらにですね、送ってもないパソコンとかスマートフォンで自分が書いてた小説の方も内容はパクられてたって主張してるみたいなんですよね。それでスマホや USB メモリーなどデータを至るところに移して保存した記憶があると語った。その上でスマホからファイルを抜くのは不可能ではないと考えていると述べた。だからね、京アニがね、自分のスマートフォンとかパソコンからデータを抜いてそれを盗作したとか、そのこと言ってるんですよね。あとさらにですね、自分のそういったアイデアは軽音フリーについては、だからね、京都アニメーションを作ったアニメですね、軽音フリーについては自分のアイデアと似たことを考える人がいるんだという認識だったが、鶴ね風舞高校弓道部を見てこれはパクリをやってると考えたと盗作を確信したというってことでね、まあ、だからね、自分のアイデアを3作品がパクってるとね、そういうふうに考えたって感じなんですね。で、これですね、青葉被告っていうと精神鑑定でね、簡易鑑定を受けてるみたいですけれども、今後ですね、本鑑定っていうのがされるって言われていて、そこでですね、責任能力の有無を問われると思うんですけれども、だからこれがね、どうなるのかって感じですね。でもなんかですね、このね、青葉被告っていうと、なんかちょっとですね、安倍首相を撃った人、山中容疑者でしたっけ？その人ともなんかちょっと被る気がして、まあ家庭環境もなんかちょっとね、独特なんですよね。で、精神的にどんどんおかしくなってる感じなんですよね。ちょっとね、その辺ですね、これ知ってる人もいるかもしれないですけれども、ちょっと再度ですね、紹介していきたいんですよね。今ね、この青山被告っていうと、45歳なんですけれども、どうもね、中学の途中までは普通の子供だったみたいなんですよね。でもちょっとね、家庭環境がどうのっていうかね、お父さんたちもちょっとおかしくて、これですね、お父さんっていうのがですね、お金にも女性にもだらしない人だったって言われていて、もうちょっと亡くなってるんですけれども、ただね、なんかすごいハンサムだったらしいんですよね。で、まずですね、お父さんはですね、最初に、ある女性と結婚して、何人か子供できてると。でもですね、そのね、子供が通ってる幼稚園の先生と不倫関係になるんですよ。でですね、最初の子供たち、そして奥さんを捨てて、そのね、幼稚園の先生の方に走ってですね、そっちでも結婚してですね、そっちでも子供をね、何人か産んでるみたいなんですよ。で、その時の子供の次男がですね、青葉被告なんですよね。で、ただですね、そのね、幼稚園の先生だった人、だから青葉被告のお母さんですけれども、そことも離婚してですね、で、お父さんが子供をですね、まあ、全部かわかんないですけど、3人をですね、育てたみたいなんですよ。で、その中に青葉被告がいて、で、結構ですね、貧しい生活だったみたいで、青葉被告はですね、働きながら定時制の高校を出ていてですね、ただお父さんはですね、青葉被告が21歳の時にタクシーの運転手をしてたんだけれども、事故を起こしてですね、で、仕事も失って、なんかね、杖をついてて歩いてたとかも言われてるんで、もしかしたらちょっと障害とかも負ったのかもしれないですね。そして、青葉被告がね、21歳の時に、お父さんは自分で自分の命を絶ってるんですよね。それで、まあね、みんなで住んでたらしいですけれども、その家もなくなって、兄弟たちみんなで離散したっていう感じらしいんですよね。で、青葉被告はですね、高校出て、職を転々としてたんですけれども、で、途中からですね、青葉被告はね、さっき言ったようにこう、兄弟バラバラになったんですけれども、なんかね、青葉被告は兄弟にね、会いたがってた、会おうとしてたらしいんですけれども、なんかね、兄弟の方からね、拒否されていて、会わなくなってたらしいんですよね。だからそう考えると、青葉被告ってのは、もうですね、精神的にね、結構若いうちからおかしくなってるんだと思うんですよね。だから兄弟がね、会いたくないって言ってるのかなって感じなんですよね。で、そしてですね、2006年に最初のですね、犯罪を犯すんですよね。これがですね、2006年の時はまだマシで、まあ、下着泥棒なんですよ。で、おそらくこの時にですね、お母さんがね、身元引き受け人とかで言ってると思うんですよ。なんでかっていうと、このね、2006年の下着泥棒の時に、そっからですね、お母さんと一緒に住んでんですよ。多分ね、だから幼稚園の先生をしてたお母さんだと思うんですけれども、この人が再婚相手と暮らしてたんですけど、そこに1位ですね、青葉被告を引き取ってるんですよね。だからまあ、いいお母さんちゃいいお母さんなのかもしれないですけどもね。で、世話をね、見てたりとかした時期もあったみたいですけども、ただ、これね、再婚相手の男性から、お前ちゃんと働きよみたいなことやっぱ言われるわけですよ。それで、青葉被告は嫌になって出てるみたいですね。そして、次がやばいんですけれども、次の犯罪が。これがですね、2012年6月に包丁を持ってですね、コンビニ強盗をして、2万円を奪ってですね、逃走してるんですよね。まあだからやっぱこれね、強盗って、窃盗とかと違ってですね、かなり罪が重くなるんですよね。それでもちろん実刑で、まあ、ただね、怪我を負わせてないからか、3年6ヶ月の実刑なんですよね。で、なんか本人はですね、女に騙されて金をコンビニに取りに行ったって話したそうなんですよ。だからね、やっぱりこれもちょっと妄想かもしれないですよね。で、ここでね、まあ、実刑食らってるんで、刑務所に入ってるんですけれども、で、この時に入ってる刑務所の中でも、だいぶね、おかしくなっていたみたいで、で、ちょっとね、刑務所の前ですけれども、これね、まずね、その、
さっき言ったね、強盗を起こした、その事件を起きた時に住んでた部屋の中には、めちゃくちゃ散らかっていてですね、壁にですね、複数穴が開いてたりとか、あとですね、パソコンがあったんですけど、そのパソコンをハンマーで粉々に壊れてた、そんなパソコンも置いてあったそうなんです。そのままあったと。そんな感じだったんですよ。で、あとですね、さっき言ったね、強盗で2012年ですね、これ刑務所の中入ってるんですけれども、そのね、刑務所で一緒の部屋になってた人がこう言ってんですよ。アーバッチと俺は14年夏頃から3、4ヶ月間懲罰房で隣同士でした。あ、懲罰房で隣同士だったんですね。で、あいつは約4ヶ月間の間に10回ぐらい懲罰房で大暴れしていた。お前、うっせんだよって言ったら、あ、すいませんでしたってちょっとネクラで気弱な感じでしたね。アーバは昼はおとなしいが夜になると暴れたという。だからね、自分を制御できないんでしょうね。さらにですね、アーバ被告の机は柔らかい段ボール製になってたみたいで、なんかこれはですね、自分のね、部屋にあった机、木の机だったらしいんですけど、それを持って暴れたことがあるから、みたいなんですよね。それで危ないってことで、段ボールの机に変えられてるっていうね。あと他にもですね、青葉被告はね、刑務所に入ってる時に、ティッシュをですね、口の中に詰めて、自分で自分の命をってことをやったみたいなんですよ。それで、刑務官に抑えられて、運ばれていったりとかね、そういったこともあったそうです。まあ、ただね、そんな中ね、刑務所でも熱心に小説はね、書いてたそうなんですよね。あとね、ちょっと怖いのが、それね、放火をした直後、こんな感じだったらしいんですよ。だからほんと、放火した直後ですよ。その直後、現場では赤い T シャツ姿の異様な風体の男が住民に目撃されていた。ジーパンに裸足の小太りの男の人がよろよろと共犯人の方から歩いてきはったのです。髪はチリチリ、ジーパン燃えていて、黒焦げた顔の一部は脂肪が見えて白くなっていた。だからかなり火傷を負ってるわけなんですよ。で、恐る恐る、大丈夫ですかと聞いたら、関西弁で、うるさい、ふざけるな、話しかけるな、と激高していた。だからもうですね、死ぬほどの大火傷を負っていて、こんな感じですからね。だからもう完全にね、狂ってる感じだと思うんですよね。だからもうね、事件を起こす前にも強盗とかしててですね、表に出しちゃいけない感じの人になってたんでしょうね。あとちょっとついでなんですけれども、今日ね、これね、同じくね、別の事件で裁判があったんですけれども、こんなのも話題になってました、これ。これですね、2017年に32歳の男性がですね、同居するおじいちゃんとおばあちゃん、そして近所の女性を、まあ、もう殺してしまって、で、あとですね、他にもね、2名をやろうとして怪我を負わせてる事件なんですよね。これこんな感じです。神戸市北区で家族ら5人を殺傷した罪に問われた男性に対し、大阪高等裁判所は一審に続き、心神喪失を理由に無罪を言い渡しました。一審では男性による犯行と認定したものの、統合失調症の影響で同級生から哲学的ゾンビを倒せと指示されたという妄想の影響があったなどとして、心神喪失を理由に無罪を言い渡していましたって感じなんですよ。まあこれがですね、なんかゾンビを倒せってね、命令が来たってことで、それでやってしまったってことで、すごい話題になってました、ちょっとね、これね。哲学的ゾンビを倒せって指示があったってね、それでやってしまったってね。しかも無罪ですからね、だいぶやばい感じの人になってたっていうね。まあでもね、これ、青葉被告はね、どうなるのかっていうね。なんかですね、札幌の首持ち去り事件とかあったじゃないですか。あれはね、初犯でしたけれども、でもね、青葉被告とかっていうのはね、強盗もしていて、以前からね、やっぱおかしかったわけじゃないですか。で、刑務所の中でもですね、あいつは危ないやつだってことで、刑務官の人もですね、なんかね、特別な作業をやらせたりとか、特別扱いしてたらしいんですよ。でも、なんかあれなんですよね。それで、まあ、刑期が終わって出してしまったわけですけれども。な、これね、そのままですね、閉じ込めちゃうと人権侵害とかになるんでしょうし、でもね、普通にね、暮らしてたらね、こんなことになるわけじゃないですか。なんかこういうのね、なんかいいアイデアとかね、あるといいんですけれどもね。出してしまったら、こんなことが起こるっていうね。はい、ということで、今日はですね、こんなところでございます。なんかですね、自分でね、なんか京アニのアニメをパクって小説書いてたら、なんかいつの間にかね、パクられたって勘違いしてる。そういう風になってたと思うんですよね。